2012年12月15日、千葉県にある県立幕張総合高等学校に全国から選び抜かれた高校生たちが自信と誇りを胸に集まってきました。総勢64校345名、2日間にわたり第7回全国高校生英語ディベート大会が開催されたのです。全国高校生英語ディベート大会とは、文部科学省が講演し、全国高校英語ディベート連盟が主催、 GTEC for Students が特別協賛する大会で、コミュニケーション能力と多角的な視点、論理的思考力の育成を目的とした英語でのディベート競技です。社会問題について英語でディベートができるということを皆さんの学校の3年間の英語教育の到達目標にして、ディベート活動を取り入れていただきたいというふうに思います。ディベートは聞く、話す、読む、書く4つの技能の総合的な指導として役に立つというふうに思います。生徒主体の学習、それにディベートを取り入れていただければというふうに思います。簡単な活動から始めていただいて結構ですので、最終的には社会的な問題について英語でディベートができる、そんな生徒さんを作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回全国高校生英語ディベート大会を千葉県で開催いたしました。来年度から新しい学習指導要領が施行されることになります。そのキーポイントとしては、やっぱり表現力育成、これが大切かと思います。私たち千葉県の教員、今回63名高校生131名、大学生23名が役員となっていただき、全国の生徒の皆さんをお迎えしております。今回のこの高校生ディベート大会を機に、来年度から千葉県の教育は変わります。子どもたちのそういう学習の機会がこういう形になってですね、さらにこう使っていくというような場が設けられてきたということは大変嬉しいことだと思いますし、それが毎回回を重ねるごとにですね、広がりを見せているということも大変嬉しいところです。でなおかつですね、今回一番私は嬉しいと思ったのは、千葉県の高等学校の先生方の会がですね、全面的にこの、大会のいろんなところの支援をされていると。で大会の当日もですね、多くの先生方がいらっしゃってるっていうのは、それはですね、先生方自身の学習の場でもあるし、で授業で教えたことが実際にどう展開するかということの、証しを見る場でもあったと思うんですね。そういう意味ではこの大会が単に子どもたちの一つのモチベーションになるだけじゃなくって、先生方にとってもね、非常に面白い機会になっているんじゃないかなということを、実感いたしました。ディベートとは、事前に与えられた論題に対して肯定側と否定側に分かれ議論を展開し、提示されたお互いの論点を確認し合いながら、どちらがより強い議論を展開できたかをおよそ40分で競う競技です。肯定側に回るか否定側に回るかは試合ごとに変わります。どちら側に回っても対応できるように準備をしておかなければなりません。まずは立論、自分たちのチームの主張を発表します。次に質疑応答、相手側の立論に質問し論点を明らかにします。そしてアタック、相手側の立論の問題点を指摘します。さらにディフェンス、相手側からのアタックに反論を行います。最後に試合を振り返ってサマリーを述べます。ディベートの評価のポイントは議論の中身です。相手の主張と比較しながら自らの立論をいかにアピールできるかが大きなポイントなのです。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4技能すべてをフル稼働させ試合に臨みます。英語ディベートとは、
チームの作戦と連携プレーが重要な鍵を握る究極の頭脳スポーツなのです。競技の合間には競った者同士だからこそ分かち合える心の交流、メイクフレンズ。学生時代の忘れられない思い出の一つとして生徒たちの胸にしっかりと刻み込まれます。2日間にわたる熱い戦いが終了しました。第7回大会の優勝校は栃木県立宇都宮高等学校。準優勝は北海道の北嶺高等学校が受賞しました。優勝校の宇都宮高等学校はトルコで開催されるワールドスクールズディベーティングチャンピオンシップ2013、準優勝校の北嶺高等学校はアイルランドで開催されるIDEA ユースフォーラム2013に参加します。この勝利っていうのはその敵も味方も合わせた本当にもうディベートっていう中で敵が助けてくれたり味方が本当に応援してくれたりした中での勝利なので、もう本当にもう感無量です。もう本当に親にも友達にもみんなに感謝を言いたいです。ありがとうございました。まず全く優勝することなど念頭になかったもんで、でも本番直前ですごいみんなが協力してくれて優勝をつかみ取れたので本当に、感無量です。この勝利っていうのは決してチーム一人ではなし得ず、チーム全員で勝ち取ったものだと思うんで、すごい大切なものとして取っておきたいと思います。チーム一丸となってその大会直前まで必死になっても夜遅くまで、証拠集めをしたり、みんなでもうやったことです。はい。普段僕たちは男子校なんですが、女子の方とも話したりもいたしまして、いい交流ができたと思います。はい、ありがとうございます。もう今回と同じように部員全員バックグラウンドの人たちも含めて、自分もですが頑張っていきたいと思います。まずディベートに関して言うならば、基本的にはものすごくもう6年間でこれほど伸びるのかというぐらいチーム全体のレベルが上がっているってことに驚きました。もう初回の頃とかは英語ができる人がちょこちょこいる、1人ぐらいとか2人ぐらいいるってチームではなかったんですね。ところが基本的にこの全国大会で勝ってたりするチームは4人とも英語がうまいし、4人とも議論がよく分かっているっていう状態の学校がものすごく増えてるんですね。でそういったことっていうのは、もう6年前に始めた頃には全く考えもつかなかったことです。でディベートを離れてみると、非常に我々の大会では単に競技っていう意味だったら何も学んだことにならないということを強調して Make Friends ってことを言ってるんですね。ディベートを通して友達を作ることが本当の一番重要なポイントなんだ、その精神を指導者の先生がよく理解してくれてるし、ディベーターの皆さんもよく理解してくれてるのか、ディベート始まる前も後もなんか非常にいい雰囲気のディベート大会になっているっていうのをあちこち感じました。でもう別れる時もまた会おうねみたいな感じのやり取りもさっき見ましたし、あと例えば食堂とかで今日と一緒に泊まってたホテルで学校の先生方が、北海道の先生と栃木の先生とか話してるぞとかね、そういう光景もあちこちで見て、生徒さんだけじゃなくて先生の学校の先生の方にもね、なんかメイクフレンズ、友達を作ってネットワークを作ってっていう、そういうところが感じられて、なんか非常になんかネットワーク作りにも役に立ってるのかなっていうのが、私の感想です。でディベートというのは実は事前に準備する形式のディベートが私たちの大会のものなので、案外
その試合形式でも事前に考えておいたりすることで初心者の人もいろいろと言うことはできるんですね。だからディベートだから難しいっていうより実は案外始めてみたら初心者の人でも比較的成功体験がまあ持てるある種の英語活動だっていうそういうことは言えると思います。で実際にどう始めるのかっていうのはもちろんですね英語そのものっていうのを聞くっていうのが難しいです。ディベートで必要なのは本当にリスニングも必要ですし質問をするっていうことを考えるっていうのも必要ですしあと自分で特にディベートの能力が上がってもらうにはね本を読んでそれで発表する準備もしないといけないし何よりも考えたことをまとめて話さないといけない。まあリスニングもクエスチョニングもリーディングもまあ実際にはライティングもスピーキングも必要になってくるわけですね。だけど全部をいっぺんにやるのは無理なんでまずは例えばリスニングのトレーニング3分ぐらいのディベートのスピーチみたいなものを聞かして内容が聞き取れたか全部書き取る必要はないです。聞き取れたかというのをちょっと練習してみるとか例えばクエスチョニングもまずは簡単な質問今言った内容についてこれって正しいですか Is this this とかそういうコンファーメーションっていうタイプのねこれはこういう意味ですかっていう質問からスタートしてみるもう Is this っていう感じの単純な質問から練習してみるでその次には中身の本当に合ってる間違ってるを聞くような質問へとステップアップすることもできるようになる。書くことに関しても難しい文章をまず書くんじゃなくてまずは少しでも論理を立ててみる練習をする。喋ることに関してもまずは読むことから始めてそのうち自分で考えて話すようにとか、まあ、最初の筋道をそんなに難しいところから始めようとしないことが一番重要です。全国各地でますます広がっている英語ディベート第8回大会は長野県にて開催。第8回全国高校生英語ディベート大会参加校募集。優勝校は世界大会への参加権が得られる。来たれチャレンジャーたちよ。